2003年の、まあ、シーズンの最初に、まあ、監督としてオシムさんが来られて、まあ、実はその中で、まあ、始まりは最初のシーズンの開幕に、今、コロナ禍でよくあるんですけど、監督があの決まってなくてですね、ジェフは。で、僕らと、まあ、実際は僕とコーチ陣、えー、だけで、韓国にキャンプにね、先に体作りに行って、で、オシムさんが後で、 えー、契約が成立して、直接韓国のキャンプに合流して、もう終わりごろだったんですけど、まあ来て、であのー、練習をまあ,あんまりまあ話さないながらこう見て、見てながらやってい、5日ぐらいして終わって、で、一番最後のミーティングに、さあ、帰ってキャンプ始めようかみたいな、それまでにもう3週間ぐらいキャンプやってたのに、もうかかわらず、まあ、最初のそういうところからまあスタートして。 まあ、すごい人が来たなという印象が、まあ、第一印象だったですね。いわゆるこうジェフ市原がこういう言い方したらおかしいけどかなりこういつも甲のでもがいてる状況からまあその本当に人とボールが動くようなサッカーに変貌していく様を見てまあその下でコーチでやってた小倉がね えー、ちょっと教会にも2004年ちょっと関わったんだよね。ねはい、であの当時のトレセンコーチっていうのはもうトレセン制度ができて当時のトレセンコーチが自分たちがこう教会の名前を背負って全国にこうなんていうかなうん伝播していくような使命があってその時が小倉が関西担当で俺が関東担当で。 実は北信越担当が反町で、えー、東北担当が吉田淳でとか、東海担当が内山淳でとか、あとからあのあ鈴木淳もいたよね。はい、淳さんもいましたね。東北だっただからはい。ジェイの監督になるような。小林慎さんもいたな。小林慎治、九州かなえと。中国地方でした。かだからその、当時のトレセンコーチの地域の代表っていうのか、そういう集まりの中に小倉がいて、 そのオシムさんの話もずっと聞いてたしジェフの試合も見てたので,で、まあ、その後で結果的にその田島さんからアンダー17の代表の監督やってくれるとアジアで全く勝ててなくてワールドカップいけてないっていう中で非常に厳しいっていうのは分かってたけどどうせやるならあのジェフのようなサッカーやりたいっていうことで最初にオグをのコーチで指名したん。 まあそれから2003年、4年、一緒にやって、5年になった時は、ジェフにこう僕はいながら、ジョークさんの上空ジ,ジャパンのチームに行って、そこでジョークさんがまああのコーチとして僕をあの呼んでいただいて、その時にまにジェフにもということで、オシムさんのところも来てもらって、オシムさんと話してもらって、 まあ僕はジェフに所属しながら、15ですね、当時の、15に参加しながら、一緒にやって多分当時の JFA でいくと、監督、あの年代の監督が自分でコーチを指名するっていうのはなかったことで、それであの当たり前だけど、外国人監督であるジェフの監督の下でコーチで、スタッフでやってる人間を引き抜くっていうのは。 JFA からすると非常にハードルが高い、いつも選手を出すのに頭を下げている JFA が、そのコーチングスタッフのことでもね、頭を下げるようなことはなかなかできないのが現実だったから、まあ、今言っても田島さんは怒られないと思うけど、田島さんは最初断ったんだよね、それはできないと。そしたら俺が、いや、どうしても小倉と一緒にやりたいから、あの俺が直談判しに行ってもいいかっていうふうに。 一応田島さんに断って、で、ジェフの,あの練習場にね、行って、オシムさんに頼んだと。で、今考えたら、外国人監督がね、あの2003年だっけ、来た時に、まあ、オグたちもあの半年契約で最初やったっていう風に聞いてるし、それぐらいこう、なんか、監督に認められるためにみんな、 選手ももコーチも必死でやって、監督もあの腹くくってやってこのメンバーで行くぞってあの固まってきた中で俺が1人抜かしてくれって言いに行ったっていうのは多分俺 J の監督経験があったらそれ行けなかったと思うんだよね怖くて。でそれ知ら,なか知らないっていうかやっぱあのこう怖さを知らなかったからいやあのサッカーを日本で。 アンダー17の世代でやりたいからっていうに言いに行ったら、オシムさんがこう黙って聞いてて、しばらく黙って聞いてて、それは日本のサッカーにとっていいことじゃないかって言ってくれて、それで最初、田島さんから脳が出たんだけど、オシムさんが OK 出してくれたっていう大どんでん返しで、<laughs> まあ、そのオグとタッグを組んで17の代表ができてたというのがあって。でまあ非常に 当時厳しい17世代の事情があったんだけどあの攻撃的なサッカーをやるためにあのアジアの最終1次予選最終予選の後ろのフォーバークは全員自分のチームでディフェンスじゃないんだよね全員トップ下とかサイドハーフのやつが最終ラインやっててで最後のワールドカップの時は鈴木大介ってどうしても高さも欲しかったからあの鈴木大介を 今ジェフでいるかなあのを最後呼んだけどそれまでの戦いは所属チームじゃ中盤かフォワードのやつを全部最終ラインで使って戦いきってまあアジアで優勝できたのはまあああいうサッカーをやりたいジェフでやってるようなサッカーをやりたいっていう思いがあってそれをでオグを引き抜くのを頼みに行って出してくれたっていう何て言うかな恩義もあったし覚悟もできたし。 まあそういう背景があってあの優勝というかあのチームがあったかなとまあ今考えてもうんあそこでおしむさんがこううんって言ってくれなかったらあのチームもなかったし自分の指導者人生もあったかなという感じはしますでその後、また2007年におしむさんが代表の方に来るっていうことになって最初は僕ジョークさんのチームだけだったんですけど これまたあの、チーム事情で、代表と兼任をしてくれないかっていう話になり、それで、またジョークさんがその時に、おしむさんと、まあ、やり取りをしてもらって、兼任の、コーチ兼任って、まあ、昔はちょっと考えられなかったんですけど、アンダー17とフル代表のコーチを掛け持ちをして、2007年を一緒にジョークさんと世界大会を、韓国のや ででその後僕はそのまま残って、えー、2010年の南アフリカ大会にっていう中でその途中の2007年11月にオシムさんが倒れられてでオシムさんと仕事をするのはもうそこで、えー、終わってしまうっていうことがまあ最初の関わりでしたねちょうど我々がワールドカップ U17 のワールドカップは韓国大会をやる年に まさにあのオシムさんが代表で引き抜かまあ引き抜かれてって言い方はおかしいけど代表監督としてジェフから移ってきた時にオシムさんがオグを指名したっていうのはあの俺はこうあのもちろんね U17 のコーチとあのフル代表のコ,コーチってどっちが重きがあるかっていったらフル代表だしそれオグにとってはすごく大変なことなんだけど俺はすごく嬉しかったっていうか。 まあなんか自分のチーム17のチームを認めてくれたようなこう気持ちになったっていうかそれはあのすごく嬉しかったなというふうに思うしオシムさんは多分あれ日本サッカー協会史上っていうかな初めてだと思うんだけど我々の17の代表キャンプに各世代の,の U20 とかオリンピックとか もちろん、おしむさん含めたフル代表が全員が集まって、そのキャンプを見て、その後で全員でコーチングスタッフで会議したんだよね。だから、そういうことをあの人がやろうって言って、あの、おそらくあれが初めての、まあ、あの時、あれかな、小野武志とが温度を取ってくれたんだと思うけど、あの、全カトリゴリーが集まって、 で一番下のカテゴリーの代表のキャンプを見ながらその後でこでミーティングするっていうのはおそらく画期的なことだったなというふうに記憶してるしあのまあ我々のワールドカップでの試合も全部見ててくれたしあの、うん、終わった後こうまあコメントを求めにあの帰国したと行った時も。 すごくこうナイジェリアとかに優勝したナイジェリアとかに3ドルで負けたんだけどあのナイジェリアは17歳の時が一番強いんだとで彼らは17歳をこの大会終わってから全員ほとんどヨーロッパに行くんだよね契約してでこう大金を手にした時の難しさっ,っていうのを彼らは目の当たりにするとでその前のあのナイジェリアにあれぐらいやれたんだったら上等じゃないかって言ってくれて。 あの乾杯したんだけど、それはもう本当すごくあのこう勇気をもらったなっていう気が、あのそういう記憶があります。まあそういう意味では、まあおしむさんにはこう自分が目指したいサッカーっていうのをう、まあ、後押しをしてくれた。あの人はそういうつもりはなかったかもしれないけど、もう強,強いそういうこう後押しをしてくれたっていう存在ではあるかなと思います。